はい、こんにちは、サルインです。いきましょう。はい、ライブメディアの紹介的な動画。うん。まあ、相変わらず見切り発車なんですが、ですね、皆さん、なんやろうな、ポイントサイトっていうか、まあ、よくあるじゃないですか。うん、多分知ってる人は多いと思うんですけど、うん、まあ、むしろ多分携帯アプリとかの方が有名なのかな。うん、まあ、もみーとか生とかいろいろ多分あると思うんですよね。まあ、これなんで今日こんなのやるかというと、まあ、どんなものかというのをね、お伝えしていきたい。プラス、まあ、ミニゲームがあるんですよ。そのゲームをちょっと遊んでいこうかなと思いまして、まあ、ちなみにこういうのってね、どうなのかなっていうのもあると思うんですけど、まあ私も正直ね、全部が全部、なんていうの？クリーンなのかちょっとわからないんですけど、うん。まあ、一応ね、まあ仕事としてこれを紹介しているサイトとかもありまして、まあ言うて結構まあメジャーなところもあるんですけれど、まあ、このライフメディアさんがどれほど私はメジャーなのか知らないんですけれど、うん。で、まあ、一応ね、これね、要はポイントサイトって言って、まあ、ポイントをね、いろんなことをすることで、ポイントを貯めることができると。うん。で、それを、ポイントを、まあ、現金やら、まあ、なんやろ、iTunes なんちゃらとか、Amazon ギフトなんちゃらとかに変換したりするということで、まあ、一応ね、なんやろ、仕事としても成立するような、話も聞いてたし、私ちょっと今、いろいろね、諸事情があって、なかなか、ちょっとね、動ける仕事が今できなかったりするんで、まあ、在宅ワークをね、いろいろ考えてたりとかするので、その一環としてちょっとね、見ていこうかなということで、やってたんですけど、まあ、いろいろありますよ。ちなみにあと、まあ、ぶっちゃけ言うと効率よくポイント貯めるのって、ここにも出てるんですけど、あのね、カードの申し込みとかが一番ポイント貯めますよ。うん。単純にだから、カード作ろうかなと思ってる人は、こういうポイントサイト経由で行った方が、プラスアルファでポイントとか、まあ現金に変換できるサイト内のポイントとかもあるんで、そういう意味ではおすすめしたいと思いますけどね。うん。あとは、まあ結構地味な、まあ、アンケートモニターとか結構有名だと思うんですけど、これってぶっちゃけそんなにポイント貯まらないんだけど、覆面なんちゃらってあるじゃないですか。要は、まあ、覆面パトカーじゃないんだけど、まあ、そういうアンケートモニターしてるよっていうの分からないようで、まあ、私服警官じゃないんだけど、まあ、そんな感じで、こう、お店とかに行って、まあ、どんな感じだったかっていうのを最終的にアンケートするっていう、現地に赴いてね。うん。それが結構、割と、お給金というか、うん、謝礼が大きかったりとかするんですよね。うん。まあただそうなると在宅から外れちゃうから、なかなか個人的には微妙かなと思う。まあでも、その座談会に参加とかするだけでもまあいいみたいで、まあ実際私ちょっとまだそれをやったことがないので、そこに対してちょっと言及はできないのですけれど、まあどうなのかなって感じですね。で、ちなみにですね、ここにお友達紹介っていうのがね、まあ今ちょっとずれてるんですけど、これね、よかったら、お友達紹介するとね、ポイントがもらえるんですよ。うん。一人入会すると100ポイントは。まあ、いかがしかないと思うんで、よかったら。うん。じゃあ動画の概要欄にこのお友達紹介 URL 貼っとくんで、こっから飛んでもらって登録すると、いいので。まあ、私みたいにね、まあ、ちょっとしばらく動けなくて、まあ、在宅ワークみたいなのもちょっとやってみようかなみたいな興味がある人は、よかったらやってみてください。あと、このやったゲームが面白そうだなとか思ったら、それだけでもいいと思うんで。まあ、正直言うと、個人的には、もうこれ、あんまりやる気なくて、言っちゃうとね、結構ポイントサイトっていっぱいあるんですよ。ポイントアプリとかポイントサイトとかもね。まあ、ぶっちゃけ言うと、すっげえコツコツした作業。なんですよね。でも正直、根気がめちゃくちゃある人しか続かないと思う。マジで。ぶっちゃけ言うと、個人的には仕事って時給換算1000円ぐらいじゃないと私嫌なんですよ。時給1000円ぐらいの仕事しかしたくないタイプの人なんで、ぶっちゃけ言うと多分時給1000円、無理。無理だと思いますよ。
マジで。まあこのアンケートモニターでアンケートもだから答えたりとかしていくタイプのやつはきつくて、座談会とかそういう本当に現地に赴くやつだったら全然時給1000円いけると思うんですよ。うん、いやそれやったらありなんですけど、あとはあのカードのも登録、あカードの登録とか申し込み、これは強いです。うん、これは強いです。これだって1万2000ポイントなんで、これ確かこのサイト1ポイント1円換算だったはずなんで、はい、なんで、まあ、この辺は強いですよね。うん、時給1000円はるかに超える。ただあんまりカードの申し込みってそんないっぱいカード作るのみたいな、ただ作るだけだから実際危なくはないんだけど、いや危ないよね、ある意味。あのちゃんとその止めておけたりとか、あと限度額とかの設定とかもそうなんだけど、うん、あとはあんまりやりすぎてると審査とかもわからんしね。だからどうなのかなって感じがするよね。うん、わからんす。まあでも実際こういうのは強いですよね。うん。まあ、ただあんまりやれへんって。あとはまあだからこのパソコンとか、まあなんつうの、この、まあその、回線を開くとか、やってない人が新たにやるっていう意味ではこういうのを通してやった方がお得だよねってのがある。で、あと買い物系とかもあるんだよね。こういうのでも結構ね、良くて、まあ実際興味があるとか、これからやろう、何かこの該当するやつをやろうかなっていう人からすると、ただやるよりは、こういうとこを通してやった方がお得っていうのは間違いなくあると思います。うん。そういう意味ではおすすめしたい気もしますけどね。うん。だからいろいろ探してみるといいと思います。まあ思いますけどね、ほんと。感じだったけど。うん。まあだから実際ね、何もただ普通にやるよりはいいし、あの商品購入とかもあって、なんだろう、このサイト経由で行けばそのポイントが要はガッて乗ったりするから、割とかなり割引で買えたりとかもするんで、まあだから上手に使うと美味しいみたいなやつですよね。まだ言ったら、まあカードとかで例えばお買い物とかも、なんやろ、普通のスーパーとかでもいいんですけど、まあドラッグストアとかでもいいんだけど、普通に現金で買うんじゃなくてクレジットカードとか通して買った方がクレジットカードの方のポイントも貯まるし、そのお店側のポイントとかも貯まるしみたいな感じで、普通に買うよりはウィンウィンみたいな感じ、そのイメージで考えるとまあいいんじゃないかなって気がしますよ。うん、まあぶっちゃけでも本当はただそこって本当に個人が見極めてくれないとダメなとこだと私は思います。くれないとっていうか見極めるべきなとこだと思います、本当に。うん、自分にとって得があるかどうか、それがまず大事ですね。まあ、ぶっちゃけ、ただ、こういうサイトは登録自体は無料なんで、まあ、別に取得に越したことはない気もしますけど、ただ、継続してやらないとポイント全然たまんないんで、本当に。まあ、一応、だから、このゲームね、まあ、ゲームいきますか、これが一応本題なんですけど、うん。というわけで、このゲームをね、一応、このゲームをやることでポイントがたまるんですよ。まあ、だから、私みたいな人、ゲーム大好き人間からすると結構お得なんですけど、ただ、そんなにたまらないんですよね。一応ね、いろいろ種類があって、まあいろいろね、楽しめる。ぶっちゃけこれだけでね、楽しめるんですけど、結構ね、時間かかるんですよね。うん、時給換算で考えると全然稼げない。ゲフゲフ。ただこのサラサラ健康コラムとかはね、割とおすすめなんですけど、ただこれね、うん、規約に違反しちゃうから見せられないかな。うん、これはダメですね。うん。ね、その文章コピペとかしたらアカウントとか確か書いてあったと思うんで、まあゲームぐらいだったら多分いいよね。うん、まあ宣伝だからね、まあやばかったら言ってください。ね、ビンゴゲームとかね、これビンゴゲームはそこで毎日やった方がいいやつだよね。まあいろいろやっていきますか、せっかくなんで。まあ星座占いとかね、これただね、言っちゃうとこれやらしいんですよね。ね、やっぱこう、多分こういうサイトって広告で、収入を得てると思うんで、まあ、広告をね、クリックさせてくるような配置がやらしいですよ。まあ、アプリとかでもあると思うんだけどね。あんま広告バックアップ出てくるとうぜーってなると思うんだけど、結構、まあ、それに近いかもしれない。多分、この星座とかは確かにやばい。やばいです。うん、びっくりするよ。まあ、それはまあ、これやろうか。じゃあ、ビンゴ。ビンゴやりますか、ビンゴは。あれどこだ、まあ、広告めっちゃ出てるんですよ、今。まあ、最近私が見てるのが仕事系なんで、まあ、結構あれなんですけど、あれどこだ、これもっと下か。もう広告めっちゃこれ出るけどね。うん。本だ。
日給12,200円。はあ、どこだどこだ、広告もまみれで何も言えん。あ、出てきた。ほらね、でほらこの1個ずれんの、ここを進むって押そうとしたらグイって広告出てくるの、やらしい。まあ、あんまディスるつもりないんですけどね。で1等がなんとね5000ポイントが1本とかね、あ、まあ、当たるのかわからへんけど、でもこれすごいね、単純に5000円ですからね、まあ、当たったら美味しいよね。あー、ほら来た、ほらほら触った、ほら触った。やばいな、これなんかあれだよね、うーん、なんかネガキャンになりそう。でどこだ、出てくるのか、どこだ、あ、イブシリンね、イブシリンうまいっすよ、ほんと。まあ言ったらちょっとね食べ飽きちゃったんだけど、もうほんとイブシリンは美味しいんでおすすめですよ。うん、あったあった、これやめようかな。今更だけど、これちなみにねハズレとかもあるんですよ。これとりあえず1日9枚めくれるんだけど、でカードを確認ってやって、これやめようかな、これやめた方がいいな、これえぐい、えぐいっていうかネガキャンにしかならなそう、これこれね時間かかるんですよね。で1回行って、で次出てくるまで結構時間かかるんですよね。うん、さあどこだ、どこに出てくるんだ、あ、で書いてきた書いてきたっていう感じでね、40という数字、お、来ましたよって言って、まあこんな感じで、まあちょっとずれてるけど、ここにあって9枚ね、1日9枚めくれて、あ、ね、まあ出てたりとかするんですけど、まあ、これやめましょう。あの、えらく時間かかるし、正直ゲームとして、ね、ゲーム性はちょっと足りない。足りないかな。どこだ、どこ行けんやね。あ、戻れなくなってしまった。トップ。ならないですね。ブラザーバックション。ああ、違うな。閉じないのか。はい、というわけで、単純にただのネガキャンみたいになってしまったけど。とりあえず、このね、このゲームパークっていうのが13種類あって、これのゲーム結構面白いんですけど、1日最大26ポイントもらえるんですよね。要は1日26円もらえます。やらしく言えば。ただこれってランキングとかがあって、ランキング上位入んないとポイントもらえないんで、がっつりってか言ったらね13ポイントかな。うん、13種類あるゲームを、各20回ずつ遊ぶと13円になるよ。っていうとちょっと聞こえが悪そうやね。うん、はい、これね全員に参加賞がとりあえずもらえて、あとこれデイリーガチャってのがあるから回してみようか。どういった？デイリーガチャ。あ、来た来た。メダル5枚当たり。で、まあ、いろんなゲームが、各種ゲームが遊べるということになっております。このスケボーマンとか結構熱いっすよ。割とね、熱いんで、ちょっとね、ゲームを選びますか。とりあえず各ゲームを遊んでみますか。なかなかね、個人的に面白いなと思う。この豆の木ジャンプとかシンプルだけど結構好き。一応ね、こうやってゲームがあるわけですよ。ホームラン王、スケボーマン、豆の木ジャンプ、大脱走、モグラちゃん叩き、スイーツ神経衰弱、リバーシ、ノートレイ、早打ちガンマン、覚えてツートン、ダーツ、ワンワンスピードアップ、朝顔観察日記、ノートレイ、羊使いとなっております。というわけで各ゲーム遊んでいきたいと思います。とりあえずホームラン王からいきますか。このゲームがなかなか難しい。これね、ぶっちゃけ言うとね、あれですよ、アンダースローっていうかね、スローが難しい。まあ遊び方は私がやりながら説明します。てかシンプルです、本当に。はい。今真ん中とど真ん中ストレートだったんで、みたいな。この要は場所とタイミングだけのゲームです。左。なんつうの？内野じゃなくて、これ上。ホームラン！タイミングが良ければ結構いける。で、だんだんね、変化球とか投げてくるんですよ、このラビットちゃんが。来た！赤くなると変化球。あー、ほらね、これ無理ゲー。無理ゲー。たまに読めるけど、割とでも左に寄ることが多い気がするんだよね。うん。で、スコアが690で、で、これで順位がもう出るんですよ、暫定ですけど。89位。一応なんか200位以内とかだと、結構メダルがもらえるんですよ。あ、ここにあるね。うん。
トップ200位で10これね10位以内じゃないと確かねもらえないんですよね、うん、10位以内だと100枚もらえるんだけど、200位とかだと10枚とかしかもらえない確かっていう感じのゲームですね。まあとりあえず入賞したので次いきますか。まあただ時間が早いからこれ12時で切り替わるんですよ、このゲームたちが。1日毎日12時に切り替わって、でこれ各ゲーム20回ずつ遊べるんですよ。で20回全部遊びきって1300枚みたいな感じ、とりあえず。あれでもさ、本当かな、参加賞は1ゲーム20回遊んで最大100枚だからっていうことだよね。100枚 ×13 で1300枚だもんね。そういうことよ。うん。で、このスケボーマンが結構面白い。シンプルだけどね。うん。あ、そうか。アドビが。あれ？もしもーし。あれ？おーい。来なくなっちゃった。お？おい。おい、こら。無反応。一回やめよう。さっきまで出てたやんね。じゃあ、豆のジャンプやる？いや、スケボーマン面白いんですよね。やりたかったな。これがね、熱いっすよ、結構。個人的にはね。すげえシンプルなんだけど、結構夢中になる、私は。これ、とりあえず遊び方説明しますね、やりながら。まあ、単純にただ登っていくだけ。クリックして、ほいー、あ、失敗。このカエルくんが落ちていく感じ、やばいよね。これでも112点もらいましたからね。とりあえず上に登っていって、あとは途中で、まあ、174位。まあ、まだやってる人が少ないからだろうね。うん。ほいーって登ってって、途中でなんかね、果物とかもあるから、時間ない、早く行くと取れる。あ、ちょっと待って、これ、やっぱ録画してるからかな。タイムラグがやばい。あー、来ました。最高得点を獲得しました。なんかやたら車のさ、俺そんなにさ、車のやつの広告見てないんだけどな。むしろ無理なんだけど、技術職やん。車に関しては、いじったことはないんでね。好きだけどね。ああ、いいのね。あ、ちょっと待って。これやばいやばいやばい。録画してるせいか、ラグがやばい。これ結構タイミングゲーだから、ラグが。あれ？もうちょっといいところっていうか、結構普通にこれは普通に実況としても楽しめるかなと思ってたのに。あ、ちょっと待って、やばい、ラグやばい、ラグが。半端ないっすね、これ。この微妙な、本当にちょっとしたラグなんだけど、感覚やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと悔しい。ちょっともうちょっとやらして、せめて、ちょっと上に行きたい。せめて、この、結構上があるんですよ、これ。これもう行け。いやー、これだとクソゲーにしか見えないじゃん。結構シンプルながら俺結構このゲーム面白いと思ってるんだよな。このゲームが多分一番面白いんで、これがこけるともうやばい。この後のゲームがやばい。やばい、マジでラグいわ、このゲーム。やめよう、ラギーっていうかこのゲームじゃないんでね。すいません、今録画しながらなんで、ダメっすね。こんな重いかな？結構そんなに負荷かかないと思ったけど、やっぱブラウザ系って重いんだよな。なんかしんないけど、録画すると。そんなに今バックグラウンドで動かしてないんだけど、あ、来た来た、スケボーマン。スケボーマンシンプルなんですよ。これ、ワンクリックでジャンプで、ツークリックで、これくるって回って、あ、これね、ちょっと段差に引っかかるとこけちゃうんですよ、スケボーマンなんで。これ熱いっすよ。熱い。熱いっすよしか言わんの、お前、みたいな。だからこれ、いかにダブルクリックのブラボーを決めながら、先に進んでいくかっていうゲームです。だから結構こういうなんもないとこでも、ダブクリを入れていく。これね、やっと最高得点。1301点。146位、食い込みましたね。もうちょっとやらして、このゲーム。もうちょっとやらしてください。これね、なんかスマホ版もあるらしいんで、だから一応、サイトの方とスマホ両方遊ぶことによって、ポイントが倍々で貯められると。だからその気になら多分1日50円ぐらい貯められるかもしれないよ。あーん1日50円かって考えるとちょっとあれやけどね、もう。しかも結構遊び倒すとなるとね、割と時間かかるから時給換算しちゃうとやばそうだよね。まあただこういうゲームやってお金がもらえるって考えたら、まあ、あれなのかなって気もするんだけどね。
ね、私ね、いろいろと結構調べたんですよ。なんかね、携帯アプリとかでも、あのアプリゲーでも、なんかね、お金が、なんかそのゲーム内通貨を、あのアプリのゲーム内通貨を現金に変換できるっていうゲームもあるらしいんですよね。ちょっとやってみようかと思ったんだけど、あのね、レビューを見てね、うーんと思ったんだよね。まあ、ただ、結構、やり込めば稼げんのかな。まあ、実際それもちょっと気になるんで、今度レビューしてみようと思うんですけど、まあ、どうなのかなって感じですよね。なんか、あの、ギルドみたいのがあって、そこに所属してないとどうしようもないっていうか、要はだからソロだと絶対稼げないみたいな感じらしいのにね。うん。逆に言うと、だから、その強い人とかにへばりついていくと、そこそこお金が稼げるのかな、わかんない。MMO なのか、よくわかんないんだけど。あ、これまずい。お、え、いえ、今、判定。疑惑の判定。1710ポイント。124位。で、このゲームはこんぐらいにしときますか。多分、ぶっちゃけとね、このスケボーマンと豆の木ジャンプが結構面白い。あ、大脱走はね、すごいシンプルなゲーム。超シンプル。これ多分こういうのが好きな人もいるのかな。いや、これはでもね、ゲームと言っていいのかな。これ泣いてるんじゃないですか。このシクシクって。これを泣いてると、この人に見つからないんだけど、この、要は警備員に見つからないで、この檻をいかに、でもこれね、クリアは簡単なんですよ、実際。要はハイスコアを出せるかどうかが重要。これでもう脱出完了なんですよね。脱走だみたいな感じで。クリアは簡単なんだけど、要は、その、結構多分連続で檻をグーってニコニコニコってやってると、どんどんスコアが高まってくるから、ギリギリまで、警備員が来るギリギリまでやればねっていう、54位。イエーイ。これはすごい簡単なゲーム。うん。でもタイミングっていうか、シクシク。これ多分振り向くんでね、ほら来た。ここでだから反応しといて、あいーってやって、あ、これ遠く行った時はチャンスでね、このままひたすら削り続ける？まだ無理だね。はい。ってやって、はいーってやって、また振り向く？ほら来たね。うん。ってやって、脱出。みたいな、こんな感じの。まあ多分今みたいな感じだと多分微妙。あの小刻みにやるよりは、どっかで一気にガーって削った方が、まあタイムも一応あるから、タイムボーナスもあるから何とも言えないんだけど、みたいな感じのゲームですね。はい。あ、さっき54位だったのにもう一人抜かれてる。結構まだ、結構早朝なんですけどね、今ね。意外とやってる人がいるのか。じゃあ、モグラたたきちゃんいきますか。うん。まあ一応各ゲームの紹介だけして終わりにしますから、だいぶ長くなってきた、この動画。単純です。モグラたたきをするだけ。ただこれね、ハートを取ると時間が回復するんだけど、多分ミスるとね、そのミスったらすげえ時間減るんですよ、一気に。ドバーッつって。だからミスるぐらいだったら、あとこのね、そう、黄色いやつが来ると1000点。赤いのが1万で、赤いの見たことないけどね。長くやってると出てくるのかな。ただ黄色とか、黄色の時点で叩くの相当むずいっすよ。もう場所、これ場所、覚えゲーじゃないと思うんだけど、あ、でもこれで53位ってか、マジかい。マジかい、みたいな感じだけど。まあ、だから慌てずに、いや、ラギーは。ラギー。ラギー。この時点で爆弾叩くと、時間が一気に減って死にます。ああ。ラギー。やっと最高得点。スーパーメロンド10周年。そっか、おめでとう。おめでとうって言うべきか。まあ、稼がせてもらったからな。おめでとうと言ってこう。50位。うん。ちょっと ラグくて説明がちょっとあれやな。あんまりいいゲーム紹介の動画としてはちょっとやべえなって気がする。まあ別にね。うん。案件でもないんで、いいです。これはね、神経衰弱ですね。はい。スイーツを覚えるっていうやつですね。で、最初に何個か出てるんですよ。ぼやーって言って。ぼやーって出てるんで、これを覚えといて、で、スタートしたら、消えていくんで、もうやべえ、もう全然覚えてなかったけどね。あ、全く覚えてなかったよ。あ、たまたま。あ、違う、それさっき見たやん。ん？みたいな感じで、あれ？もう、もうひど。ひど。ボーナスステージ、ここでただ連打するだけ？うん、確か。みたいな感じです。うん。ちゃんと覚える気があれば、楽しめるかな。
で、ちなみに、37位でしたね。やったぜ。割とね、まあ、人が遊ばないゲームがあるのか、苦手な人が多いのかわからないですけど、意外とね、なんやろうな、結構頭使う系のゲームとかは、結構点が取りやすい気がする。点っていうか、高順位が取りやすい気がします。私の初日やった雑感だけどね。うん。で、リバーシは名前の通りですね。まあ、オセロというかリバーシ。だからこれコンピューターが強いんですよ。強いっていうか、まあ、適当にやってると勝てないんでね。まあ、勝たなくてもいいんだけど、どっちかっていうと。うん。勝たなくてもいいけど、あとこれ時間制なんですよね。時間があるから、あんまりとろいことやってると、めっちゃめくられた今。あんまりとろいことやってると、負けますよ。コンピューター意外と普通にやってくるからね、これ。あ、やべ、今のひどくない？握手だよ、握手。私ね、言うてね、オセロは得意な方なんだけどね。このね、ゲームはね、なんか違うよね。違くないんだけどね。やってることはオセロなんだけど、コンピューターの AI がすごいのかな？そんなことある？そんなことあるかな。うわぁ、そうなるよね。これ何も後先考えずにさ、やっていくとさ、結構悲惨なことになるよね。まあ、最終的にそう、トータルで勝ちゃいいって話があるんだけど、まあ、角は抑えたいよね、一応。だよね、から取られちゃうね。まあそうなるよね。相手がパスして点取ったけど、みたいな。なんかそう、相手をパスさせるとボーナスがもらえたりするんだよね。俺ね、なんか時間に追われるってやるリバーシはえぐい。ゆっくり考えながらやればいいんだけど、パパパパーってやってかなあかんから、このゲーム。割と運ゲー感があるよね。次、早打ちガンマンいきますか。早打ちガンマンは、なんかね、番号が出るから、その番号の指定通りにやっていくって感じで、ね、脳トレなんで。小さい順に打てたから、番号の小さい順に打つって、2、3、4、5、6、7、8。交互にやれみたいな結構出てくるんですよ。だから、大と小を交互に打て。大からなんで、18、4、あれ ?4 より小さいのあった。マジで今のはず。今のはずいぞ、いくらなんでも。ちょっと待って。でも39ですからね。このゲームとか多分苦手な人多いんだよね。なんかもしくは やってないってことか分かんないけど、結構高順位取るの確か。うん。大きい順に言うて、8、7、6、6、5、4、3、2、1。ステージ2、大と小を交互に言うて、18、1、13、2、12、4、7、6。簡単。小と大だから小から言わなきゃいけないんだよね。3、28、7、27、8、21、17、ちょっと逆だった。そう、これやっててたまにちょっと大と小どっちやったっけってなるよね。これでもね、4回か5回でクリアできるんで、これクリアまでやろうか。これはね、いけると思う。そんなにラグ差は関係ないんで。38。うん。これぐらい、なんか1個ぐらいクリアしていかないとちょっとまずいよね。あ、でもさっきクリアしたか。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっとマウスの精度上げようかな。小と大を交互に打て。8、18、9。あ、ちょっと精度良すぎた。16、11、ちょっと待って、強すぎる。あれどっちだっけ、小、大、どっちだっけ、今どっち打った、ごめんなさい、今分からなくなっちゃった。マウスにやられた、はずい。もうちょっとかな。あんまりね、これマウスのね、速度を変えられるんだけど、速いか。こんぐらいかな。もう一回やる。悔しい。いくぜ。大きい順に言うて、わかりました。8、7、6、5、4、3、2、1。次。小と大を交互にね、小と大。ね、2、17、5、あれ？あ、3があった。あれ、待って待って、なんかやばいはず。俺、これ初見プレイで全クリしたのにな、前。やっぱあれかな、動画撮ってるから？そんなんあるかな？またまた。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりやろうか。うん。
これぶっちゃけそれ時間制じゃないんだもん、確かね。あ、でも確か時間もあるんだっけ。18、14、3、7、4、6、5。次がショート大。ショート大。6、26、9、25、14、20、26、20。うん。ラストステージ。ショート大。ショート大。12、86、27、63、37、54、42、52。イェーイ。まあ、楽勝ですよね。うん。イエーイ最高得点。でもランク C。前確か B だったんだよね、初見プレイの時。うん。やっぱ速さが重要かな。34位。あ、やっぱ上はやっぱ強いですね。なかなか順位が上がらないと。楽しませてくれるね。次いきます。これね、覚えてツートンね。豚さんの並び方を覚える。簡単なゲームですね。ただこれもアンティゲーというか覚えゲーなんで。まあ言うてこれね、意外と苦手だったりするね。左が2個、ポンポンポン、みたいな感じ。まあ、結構リズムゲーとかに近い。だんだんこれ列が増えてくるんだよね。うん、ポンポン、タンタンタン、タンタンタン、タンタン。次3列なんだよね。でもこれ最初はこれ一緒なんだね。そこがまだ親切かもしれない。タンタンタン、タンタン、タン。あ、ちゃう間違った。まあ、はぁ普通に覚えてたのに間違うパターンね。あるある。これは1回でいいかな。28位。で、こういうのって意外とみんな苦手なのか分からんけど、うん。割とね、もう1回ぐらいやっていいか。せめて3列目ぐらいクリアしようぜ。あ、あんま見てなかった。え、待って。ああ。うん、向こう見てなかった。すいません、もう1回いきます。じゃあ、最初のやつとか覚えやすくてよかったのにね。端っこピンク。端っこピンク。これ連打するとね、間違うからね、気をつけた方がいいよね。端ピン。あー。なんて覚えたらいいんだろうね。タン、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 タン。あー。あー、やべえ、忘れちゃった。端ピン、タンタン、タタタン。あれどうだったっけ。あ、思い出した。タタン、タタンか。次4列？あ、違ったのか。パターン変えてきたのか。ごめん、全然見てなかったわ。パターン変えられちゃった？あ、一緒これ。一緒かな。え一緒だったのかな。ちょっと待って、わからんかった。やってみるか。ん？ああ、一緒か。でもここはなんか違ったような気がするんだよね。違くなかった？ここ。あれ、どっちだったっけ？また、言ってる間忘れちゃった。3列目、なんだっけ？あれ、どっちだ？ん？たった、あ、違う。変えられたね。3列目変えられたよね、パターン多分。うん。まあまあまあ。なるほど。27位。なるほどね、って感じ。じゃあ次行きまーす。いやー、13種類あるから結構終わんない。しかもちなみにこれ、このゲームパークだけで、他のゲームもあるんですよ。どれだっけな。このブーちゃんとか、あったりとか、あとね、この、クラッシュアイスとか、こっちもこれもあるのよ。ゲームプラネットってのもあって、こっちもあるから。で、これもやっていくと、まあ、そう考えるともっと稼げるのかな。でも、やっぱ時給換算するとね、ちょっとねっていう感じにはなる。まあ、ゲームやってお金もらうって考えだったらいいのかな。わかんない。それは私の人それぞれだと思う。うん。次行くよ。ダーツ。これが難しい。なかなかに。これ結構ね、えぐいかな。タイミングゲーなんだけど。これは結構難しい。あ、やべえ、もう飛びついちゃう。ピタッて止めて、上。ほらね。
ほらねみたいな。これしかも時間の猶予が結構なくて、すぐ止めないといけない結構。あのね、何周もできないんだよね、残念なことに。あの光ってるところをとりあえず光ってるところに当てて、さらにダブルとかトリプルとかうまく狙わなきゃいけない。でこのバーだよね。ほら来た、ダブル。これね、結構あのね、このバーとの兼ね合い。あ、やべえ、ミスった。喋ってたらミスった。さあ、せん。まあ更新したよね、イエーイ。51みたいなね。これね、結構難しい。これは1回でいいかな。うん、シンプルすぎるし。次、ワンワンスピードアップ。これね、割と面白い。これも多分クリアできる。これも初見っていうか、何回かでクリアしたんで、単純にただ、ワンワンがスピードアップしてくるから、で、3つあって、その指定されたところを通れば、ワンワンがお肉を食べられて、先に進めるよみたいな。だんだん速くなっていくんだよね。左。で、こういうのって一応ね、常に、真ん中にいた方がいいよね。あ、ちょっと待って、触れなかった。ちょっとやっぱラリーな。ラリーっす。正解数。10回クイズするとね、83位。まあ、これ多分やってる人が少ないのかな。もう1回だけやろうか。いや、クリアしたいな。これね、そんな難しくないんで、クリアしてもいいよね。うん。で、多分これ矢印を早めにやると、スコアがちょっと良かったりすると思います。早めの判断が大事。このまんまでいいね。ずっと真ん中やったら楽なんだけどね。そうもいかない。危ねえ。やっぱちょっとラギー。ああ、オッケーオッケー。青青青。ああ、ちょっと待って、なんて言えないよ。真ん中でよかったやん。こういうのはずいやつよね。いかんあかんあかんあかん。やっぱちょっとラグいね。で、強いて言うなら私の思考が今やばいやろ。36位になったよ。うん。もう一回だけ？もう一回だけ。三度目の正直。この動画やべえな。これ俺でも多分編集するってないからね、これ。うん。雑談動画みたいなもんだけどね、これね。うん。ポイントサイトってどうなのっていう雑談を交えたゲーム実況ってことで、一つよろしくお願いします。このままいける。てんてけてんてけてん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 。左。だんだん速くなってくるからね。割と猶予がなくなってくる。オッケー。冷静に行こうぜ。冷静に。左だ。いける。真ん中。左だ。あるよ。あるよ。冷静に行こう。右。ああ、触れなかった。うっそーん。はい。もうやめまーす。まあこれはでもね、クリアできますよ、ちなみに。いける。全然いける。多分ラグくなかったらいけます。という言い訳をしとくね、また。いやでも結構ラグいんですよ、マジで。25位取りました。イエーイ。次。朝顔観察日記。これね、これ多分ね、みんな苦手なのかな。てか多分あれか。さっきの缶のやつもそうだったんだけど、多分クリックするやつ、多分、なんかもしくはアプリ版。これね、単純に閉じてるやつを、クリックすると咲いて、開いてるやつを触ると閉じちゃうから、まあ、とりあえず全部探して、OK 押せば OK みたいな。OK 押せば OK。うん、くどいね。あ、うん。だいたいここが難しくて、ここクリアしたことないっす。うん。ここね、やばい。あ、でもなんか時間の減りおかしくね？ラグいから。あ、ダメだ。ここか。ここまだいけんのか。ここが無理。うん。ここ一回もクリアしたことないっす。イエーイ。これ多分かなり高順位。あ、でもそうでもないか。39位か。うん。なんか割とね、結構200位入るの簡単だったんで、割と遅い時間にやったのに。で、これが脳トレ羊飼い。これがラストですね。これをラストにします。いろんな意味で。向こうのね、もう一個のゲームの方を見てもいいんだけど、まあ、需要があったらやろうかな、そっちも。需要ないと思うけど。これはね、白と黒のやつとかを入れていくんだけど、このね、この、なんていうの？なんかブチ柄のやつだけは、この書いてある通りに入れないといけない。これだから罠があるんだよね、罠が。結構罠があるのよ。で、黒は何が何でも、あ、右だった。黒は何が何でもね、うん。黒と白と黒は何が何でも、
あの白と黒に入れなきゃいけない、だから上の文字に惑わされちゃいけないみたいな、これ結構面白いね。66位で羊たちが下まで来て攻め込まれたら負け、攻め込まれたらって悩んでたんだけど、ね、これなんかは結構ねサクサクやっていくと、この攻め込まれる前にどんどん入れていく、攻め込まれる前にどんどん入れていくってやっ、あ白だったなんでやねん、しょうもない今の、こういうしょうもないミスしてたらあかんよね。ちょっと待ってね、悔しいからもう一回だけ出してほしいかな。うん、いくぜ。うん、白黒白左、いい、黒は黒とかはもういい、左右右、だからあれだよね、なんやろ、あー黒白黒のやつはもう何も考えずに入れてきゃいいんだよね基本的に。あーこれあかん、これあかん攻め込まれてしまったという感じのゲームです。28ランク B、 羊が通り過ぎてしまった。62という感じで、こんな感じでゲームをしてメダルを貯めていけるわけですよ。はい、ちなみにですね、私が2日ぐらい、まあ、やりきってないんだけどやって、今持ってるメダルが643枚です。はい、うん、6円分って言うとあれやけどね、うんまあそんな感じでございます。あれなんか変なちょっとちょっと待って、よいしょ。で、まあ一応あれかな、こっちもちょっとだけ紹介しますか。これでもね、こっちのゲーム全部遊びきったことなくて、うん、いや思った以上にね、いろいろゲームやっていくだけで結構時間かかるなと思って、正直ね、やっぱ時間効率で言うと、うん、時給換算したらね、まあえぐいな思ったんで、普通に仕事した方が良くないっていうことに気づいたというか思ったわけですよ、残念ながら。まあ、結構面白そうなゲームあるんですよね。私が触ったのがこれだっけな、クラッシュアイスって触ったっけ、なんかまあ、うん。なんか多分こっちのゲームの方が、なんやろ、特にこれスマホゲー感があるよね、なんていうか。うん。まあこれはいいか、ってかもうえらい時間なんで、今回ここで終了しましょう。まあこれが気になるっていう方はコメントしてくださったら、やりますんで。まあいないと思うけどね。はい。という感じで、じゃあ今回は、ライフメディアさんの、まあ、ゲーム紹介っていうか、まあ、あと、まあ、ポイントサイトってどうなのっていうことに関して、ちょっと、まあ、試験を述べさせていただきましたということで、お疲れ様でした。バイバイです。まあ、興味があったらね、ぜひ、私のところから、友達紹介から来て、私にポイントをください。お願いします。バイバイです。